北海道占い守る軍の一占い守る軍は、北海道根室市長にあった軍。人口1,805人、面積 3,291km。当該地域の領有権に関する詳細は、千島列島領土問題を参照。全域が千島列島北部の当初で構成され、町村制が施行されなかったため所属町村はない。2010年まで日本の一部法令に、 名称だけが残存していた。中心集落は、バラムシル島の柏原で、駐在所や郵便局など行政機関が置かれた。その他、カグマ別、村上、すり鉢などには、集落や缶詰工場が建てられた。さらに占い、森島の片岡でも缶詰工場が創業するなど、北洋漁業の基地として栄え、下記機関には、函館や小樽から、命令航路の船が通うなど、 中部地姉妹北で最多の定住者を数えた。また、本軍は内地で唯一、アトックプラス10、30の時差が適用されていた。1876年から2010年まで変更なし。国勢調査の結果のうち、1925年から1935年のデータは、1935年の国勢調査報告による。突起なき場合、根室。 千島歴史人名辞典による、ありがとうございます。